さあでも楽しみですね。本当ちょっとなんかね一種格闘技みたいな感じで、ね、確かにそうですね。本当あの今日のメンツ、ね、そうですね。ごったにみたいな感じですけど、ね、言い方悪いかもしれないですけどね。いやいや美味しいですよごったに。はい、僕もそう思います。いろんな味が楽しめるっていう、ね、そうですね。うん、さあ今足立プロが映っていましたね。足立プロからチージャです。足立、芝、今村、朝ピンの並び、トーン一曲、ドラがチーマンです。あ、確かにトナカイのコスプレ似合いそうな感じだわ、はい、そうなんですよ、ね、まあ、まあじゃあ見ましょうかトナカイから入ることはない。ハイパイ皆さんどうですか、ゆうせいさん。そうですね、まあ、足立プロドラね持って、あ、朝ピンが、あ、朝ピン、朝ピンがこれはドラドイツのハクドイツ、グラブル男、はいですね、まあ、ここが一番そうですね、はい、あれ9万からいきなり切ったりするとねドラドイツがバレやすくなったりする、まあ、まあパーマン入ってもいい。そうですね、7が9なら2回パーマン引いちゃうみたいな、はい、そうですね。6はなかったですか。6もありましたよね。ですから、はい、あ、これも本当だ本当だ、6見逃してた、はい、ウーマン先に引いてもいいですし、うん、あ、ね、じゃあ朝ピンがいいじゃんって感じですね。そうですね、他の人はちょっと役がないんで、はい、芝さんもまあ両面ターツ2個あるけれども現状役がないんでどうしましょうっていう感じですね。そうですね、はい、まあ、多分手なりで、おっと、これは、はい、ドラ表のローマン、まあ、といっても見られる感じで、アサピンはでも吐く、泣きますね、まあ、まあまず泣くと思いますね。あ、芝は出ない、出ない、芝の手は出にくいですね。割と重厚な感じの手作りをする印象はあるんですが、うん、あ、うちもそういう印象が、はい、今村が今ドラのカンちゃん吐いて吐くを切りましたね。まあ、リャンピンですかね、でしょうね、はい、はい、そうなんですよね。芝さん、あの研究会で一緒になったことは、研究会すごいですね、はい、割と、はい、こうあんまり軽い手目立たないような感じ、うん、ですね、なんか 本格派の競技麻雀打ちですね。そうですね、だからまあこれドラチーマだし残すみたいな感じですか。割と面前重視のイメージもありますけど。ありますですよね、はい、はい、今村さんもね基本は本格派なんですけどね。基本は本格派大体上の人みんな基本は本格派です、ね、ちょっとストリートが入ってますよね。そうですね、あ、まあやっぱりね普段一番そういう麻雀打ってるってね、さっき言ってはりましたもん ね打ってるルールに染まりますよね、ある程度は、はい、うんうんうん、ここはトン合わせるうち、はいはい、おっと、これは入ると、はい、イーシャンテンですが9万を切ってるので数万切りますかね、はい、ウーマン引いても振り点3面ちゃん、はい、さあこれでマザピンさんがいいとこ引きました、はい、そうですね、まあイーソーから切る手もあるんですけどマンズの6677ならもう絶対外さないということで、はい、ちょっとでも危ない7から切った感じでしょう、はい、マザピン、はい、でもあのシャンテンだとウーパーマン2度受けだからちょっとねっていう感じ。そうですね、自力で、お、天敗、まあ、ごめんなさい、今村が天敗です。観路層は、はい、そくりに行きました。今切られたばっかりのロスオなんで ね、はい、ね、ちょっと心情的には行きにくいんですけど、この辺も今村さんっぽいな。そうですね、まあ面前でできましたし、足立はこれスワンコのイションテンじゃないですか。スワンコのイションテンなんですよね、はい、あ、チーピン一発押しましたね、すごいな、かっこいい、はい、顔はちっちゃいけど手はでかい、なるほど、はい、どうでもいいな。まあこの形確かにウーマン引いたら3色ですし、パーソーとスーソー引いたらピンフもつくのでダマにする、ね、でもかなりあるとは思うんですが、はい、足立泣けるかなこれ出た時にね。でも泣いたらドラ勝負になっちゃうんですね、まあ、でもドラはまあ一応ね筋で9万も早いので、な僕なら親だから出たらポンして勝負しますけど、ゆうせいさんどうしますか。そうですね、ちょっと待ってくださいね、足立プロの手を見てから、あ、まあ、あ、まあこれ勝負するでしょ、はい、はい、さあ来るかいきなりえ、これ残ってんの、いや一番切るじゃん、さすがにダマ、あ、ダマか、でもポン、ダマだとポンですよ、ダマだとポンですよ、でペンチーピンでこっそり転敗、いつの間にか数ピンの問い通してたんです、はい、おー、いきなりいきなり朝ピンポンしたね、これは、うおー、足立か、スワンコースも16000オールです、すごくない足立リーチでもポンしてるでしょ、暴らってます ね、この子持ってるな、ね、はい、かわいいね、ね、はい、あれ僕やとリーチしてるんで朝ピンがポンしてたかどうかわからないので、切る範囲が安全牌ならポンしてる、チーピンは両者の現物なんで、いや、ポンしてそう、はい、ポンしてると思います、はい、じゃあ僕でも上がれてるわ、よかった、